企画と山賊と殿様。山本周五郎。その頃への元企画は、俳優大川は竜と共に江戸かや場町の裏棚に住んでいた。場蕉の門に入ったばかりで、緊急のどん底時代だった、外へ出る着物も夜の予義も一組しかなく、それをハリツと共同で使っているありさまだった。同門の親友。 服部とり乱説は、その自分井上相模の神に仕えていたから、企画の貧乏を心配して、絶えず金や衣服を調達してやるのだが、生来酒好きな上に転端な企画は、たちまち何もかも酒に変えてしまうのだった。ある時、企画の貧乏を聞かれた井上相模の神公が、絵の元にも手へ出入をするよう、行ってみたらどうか。と乱節に相談した。もちろん、 乱節は非常に喜んで、すぐに茅場町へ飛んで行った。ところが企画は一向に嬉しくなさそうで。まあお断りをしよう。という。なぜだ、こんな貧乏が続いては、ろくな勉強もできぬではないか。馬鹿なことを、天地自然が金であがなえるか、春秋式変化の妙定を極めるのに、貧乏で悪い理由はあるまい、それに。と企画は苦笑しながら。 私は大名のために徘徊を読むのはごめんだ。乱説もそう言われては胸方がないので、公の邸へ帰ってその通り復命した。井上公は元より正門の徘徊に通じ、芸道に理解のある人であっただけ、企画の言葉がカチンと感に触ったらしい。そうか、大名のために徘徊はせぬと言ったか。と少々不愉快な顔をした。 そんなことがあって間もなく、深川松川町の佐野焼き左衛門という材木問屋の隠居所で、徘徊の催しがあるのに企画は招かれた。木左衛門を恥じそうという配合をもって、商風の徘徊では、すでに旦那芸の息を抜きんでていた。興行は7つ、午後4時ごろから始まって夜の5つ、午後8時ごろに終わり、それから酒が出たので、 企画が佐野屋の手を辞したのはもう四つ、午後十時ごろを過ぎた自分だった。籠を雇いましょう。と木左衛門が進めるのを断って、瞬間の夜風で酔いを覚ましながら参るのも妙でしょう。そう言って外へ出た。青春二月中旬のどこか潤んだ空に、朦朧と薄月がかかっていたし、川も吹き渡ってくる風も潮の蚊を含んでよかった。 歩き出してから帰って酔いを発した企画は、相川町を右に折れて、万さんとしじみがしへ差し掛かった。すると片側町の暗がりから、待て待て、町人待て、と声をかけられた。びっくりして振り返ると、手に手に太刀を抜いた56人の覆面の武士が現れ、バラバラと企画を取り囲んだ。何かご用か。企画も若かったし、 未だ酔いが十分に回っているから、弱みを見せまいとして、呆然と相手を見回しながら言った。ふふふふ、大分強そうな口を聞くな、いかにも御用だ、気の毒だがここへ通り合わせたのが貴様の不運、身ぐるみ縫いで置いていけ。文句を抜かせば遠慮なく切って捨てるぞ、早く裸になれ。一人が白羽で企画の頬をピタピタと叩く、企画すっかりドッキを抜かれたが、 冗談をおっしゃってはいけません。私はご覧の通りの貧乏徘徊し、逆さに振るったってビタ一文ありゃしません。このボロを身ぐるみ脱いだところで。ええ、ぐずぐず申すか。キバヤな一人が、いきなり企画の胸ぐらを取って、歯をドキドキする喉元へつつけた。網にかかった獲物なら、大名古事記の差別はない。おばねまでむしるが我らのおきてだ。脱がぬとあればおのれ。 簡単符。をお,お待ちください、脱ぎます。すっかり酔いの冷めた企画は、手早く体を解いて着物を脱いだ。なんだ、未だ残っているではないか。これは呪文です。いかん、そいつも脱げ。ふんどし一つになった企画、青春とはいえ2月のうち、川から来る風はまだ素肌には冷たかった。さすがに企画中、パラになって。 こんな姿では歩いて家へは帰れません。何とかしていただかなければ困ります。よしよし、良い工夫をしてやる。族の一人がそう言って向かうへ行った。ちょうどそこへ戻りと見える辻カゴが一丁、何も気がつかずにやってくるのを。カゴ屋、と呼び止めた。見ると手に手に白羽を下げた怪しい者たち、びっくりして逃げようとするのを、早くも前へ回って引き戻した。 へえ、どうか生命ばかりは、生命をもらおうというのではない、この裸を一人乗せていくのだ。そんなことならお安い御用で、早くしろ、企画はその籠へ乗った。どちらまで、黙ってついてくればわかる。俗が答えた、企画が籠の中から、かやば町へ帰るのだが、と言ったが、誰も返事をしない、籠は調子よく上がった。 籠は右へ曲がったり左へ折れたりしながら長いこと進んでいった。左右には例の賊がついているらしく、おつむがどうしたとか、昨夜は若い娘の生き肝を抜いたとか、今夜の生贄にえは5人だが、ちょうどこれで5人目だから、これで役目も終わった、あとはさらってきた例の女を魚に朝まで飲み明かそう。などと、不気味なことを低い声で話し合っている。 これはどうやら族の家へ連れて行かれるらしいぞ。と思ったから、へがあったら救いを呼ぼうと、外の気配を伺っていると、番所へでもこたらしく、とがめる声がした。これこれ、この野院にいずれへ参られる。はい、実は急病人でございまして、医者のもとへ参る途中でございます。企画が伸び上がって、助けてくれ。と叫ぼうとした途端、籠の樽の間から、 すっと白羽が出て、企画の火原へぶいと差しつけられた。あっと言っても視察三気配。企画はそのまま身動きもできなくなった。こうして、35度も気度や板書で咎められながら、ついに救いを呼ぶ機会もなく、やがて一刻余りも乗り続けた後、カゴはドシンと荒々しく下へ置かれた。出ろ。という声に、 企画が恐る恐る籠を出てみると、うっそうと常緑樹の茂った深山のような中で、向こうから髭だらけの面をして松明を持った、異相の荒くれ男が二人やってきた。そして呆然としている企画の手を両方からひっつかむと、物も言わずに引きずっていく。樹立を抜けると立派な玄関構え、そこにも熊の皮の胴巻きをつけ、山刀をぼっこんだ大男がいて企画を受け取った。 玄関から廊下へ出て、幾曲がりもした後、やがて高校と灯下の輝く大広間へ導かれた。そこは岩屋の一部へ作りつけたと見え、正面はぐっとえぐり込んだ洞窟で、槍、長巻、山刀、矢鉄砲、掛屋な度、見るも恐ろしい武器が置き並べてある。上段には目を覆った男が一人、 78人の女たちに囲まれて呆然と構えているし、広間には髭、酒焼きを伸ばした一装の男たちが、これも女たちに尺を取らせて並んでいた。女たちはいずれも誘拐されてきたものと見え、衣服も髪形もまちまちであったが、みんな目を泣き晴らして、ブルブル震えている様子だった。これ、そこの裸の男。企画が罰石に座ると、 上段にいる棟梁らしい男が声をかけた。貴様は幸運な奴じゃな、今宵はわしの祖先の百回記で、女三人、男五人を生贄に祀る日じゃ、貴様が男では五人目。最後の荷重になるのじゃ、名誉であろうが。企画はどう古いの出るのを止めることができなかった。と、その時、非、簡単不、という若い女の悲鳴が聞こえてきた。 すると上段にいる棟梁は愉快気に。襖を開けろ、煮えを魚に飲もうぞ。はっ。手下の二人が立って、次の間の襖をさっと左右へ引き開けた。企画は一目見るよりやっと叫んで目をつむった。次の間には大きな炉が切ってあって、火が烈々と燃えている、その火の上へ。 天井から鉄の鎖で縛り上げられた半裸体の女が逆さ釣りに吊り下がろされているのだ。ひ、簡単符。喉も避けよと悲鳴を上げて、白い手足を邪のようにのたうつ女。劣化の飾りに行走返事で、今にも悪気に化するかとばかり、そのままの地獄杖だった。ははは、は、酔いざまじゃな。棟梁は浅み笑いながら逆を上げた。裸の男。 どうだ、良い心地であろうが、貴様もすぐにあのようにしてやる、まさけでもマイルがよろしいぞ。手下ともは女をせき立てて、企画の前へ酒と三階の珍味を並べ、嫌がるのを無理強いにぐんぐん飲ませた。ところで裸坊主、我らの慈悲として、気に入った芸をしてみせる者は、生贄にえの責めを免じてやるさだだが、貴様何か芸はできるか。はい。 企画は震えながら。私は徘徊師でございますから、徘徊を読むことはできますが、外に芸と申しまして別に何も。徘徊。徘徊とは何じゃ。深く説明いたしますと難しゅうございますが、ホックの例をとって申しますと、十七字の中へ神羅万象を読み込みまするもので、和歌よりやや筐体に転じた一種の。面白い。それを一つやってみろ。 気に入ったら生贄にえを免じてやるぞ。はい。企画は溺れんとして藁を掴んだ気持ち、膝を正してクアンにかかった。しかし戦国から転倒している新規は富に沈まらず、なかなかメイクが浮かんでこなかった。どうした、時が映るぞ。は、ただいま。ニガアンにニガアンを重ねて一句を得た。一句浮かびました。よしよし、そこで披露してみろ。 企画はおごそかに手を膝へ置いて読んだ。霜を見るカエルはモズの靴手かな。なるほど。棟梁はうなずいた。モズの早えに,にかかったので、カエルが霜に会うというのだな、面白い。と逆をあげたが。だが、モズの早えなどとは、この座に戸をつけた心持ちがあって不愉快だ、せっかくだが助けることはできないぞ。な、なぜでございます。なぜも風もない。 それ、そやつを生贄にかけるのだ。凡化に立ち上る族とも。ま、待ってください。立ち上る企画、45人の荒くれが取って抑えると、いきなり頭から黒い布をかんせた。逃れようと必死に争ったが、ずるずると引きずっていかれる企画、カッカと燃える烈火のホテりを感じたまま、ついに木を失ってしまった。それから随分長い時が経った。 夢から覚めるように、企画は自然と目覚めた。おや、と思って起き上がると、自分は茅場町の裏棚の一間に、ハリツと並んで寝ている。夜の襖も共同のものだし、着物も佐野屋へ出かけた時のままである。悪夢か、コリに化かされたのか、あまりの不思議さに。ハリツ、ハリツちょっと起きてくれ。と友達を揺り起こした。 俺は全体どうしてここに寝ているのだ。何を寝ぼけているのだ。ハリツは目をこすりながら、ひどく寄って帰ってきて、家の前のところでぶっ倒れたじゃないか。何国頃のことだ。大分遅かったぞ、何でも上岸寺の鐘が9つ、12時頃、を打ってしばらくしてからだった。一人で帰ったのか。捜査、企画はうーんとうなった。 あの三歳をどうして脱出したろうどうして生贄にならずに済んだろうそれともあれは何も彼も夢か。わからない。ハリツがいぶかしなって、どうしたんだと聞いたが、話したところで信じてもらえるものでもなし、企画は黙って横になった。それから三日後のこと、企画は場所の家で偶然四五人の客と同座した。柳大豆物神。 倉持田島の髪の二人は顔見知りだったが、後の二人は初めての客だった。すると未知の客の一人が、こういうのを一句、最近得たのですが、と言って必死を取り、スラスラと一句認めて場所に差し出した。場所はしばらく口の内にその句を称していたが、どうだ、と言って企画に渡した。拝見いたします。企画は膝を正して受けた。 見ると意外。ぼっこん美しく書かれた句は、下を見るカエルはモズの靴手かな。あ、これは外事。と見上げると、相手は微笑ましながら。名乗り妄想か、拙者は井上相模の神。や、振り返ると場所も顔をほころばせている。相模の神はニコニコしながら。大名のためには徘徊をせぬという尊公にぜひ一句読んでもらいたかったいたずらじゃ、許せ。 ではあの三族の棟梁が、呆れる企画、いや、こうは頭を振って、拙者は手下の族で、孫公に酒を飲ませた方だ、ここにいる三人は、孫公を生贄にしようと手かぼにした族じゃ。はははは、まゆるせ。三人も高く笑った。企画は膝を進めて。ではあの、上段にいた方は、多言無用だぞ。相模の神は声を潜めた。 当上様だ、え、将軍家。企画は愕然と目を見張った。将軍家エツナが、戯れに催した。百鬼夜行の主演は有名である。企画の導かれたのはそのうちの、山賊の催しであったらしい。地中から言うゆる芸人を誘拐し、それぞれ懸命の芸をさせて楽んだものである。井上相模はそれを良い機会に、 若い企画をいっぱいはめたのであった。そこ本。山本周五郎全集第十八巻スマデラ付近。上中の死も新潮社。1983、昭和58、年6月25日発行。初出。キング、大日本郵便会講談社。1934、昭和9、年2月号。入力。 特定非営利活動法人春風。構成、キューリ。2021年3月27日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、https://www.auzora.gr.jp スラッシュで作られました。入力、構成。 制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。